0.5 ミリの穴を。で、これね、ちょっと気をつけてもらいたいんですけど、後部のね、このデッキの部分なんですけど、いやー、やっぱ大変だな、これ。はい、次複方ですね。こちらの方の製作を進めていきます。もうちょっとあらかじめね、この先に吊り捨てたプラスチックの方針をですね、もう切断してあるんですが、これのちょうどね、真ん中のあたりに 0.5 ミリの穴を開けていきます。ちょっと出れたな。これはしごの長さが外側と内側で違うんで気をつけましょうね。で、次はこれいこうかな。1、2、3、4、5、6本、6本。じゃあ内側だけか。それぞれに4本切ります。よし、残りの2本はこれをやって、
で、この外側のエッチングパーツがここの内側に、ね、ここに入ります。で、これね、ちょっと気をつけてもらいたいんですけど、よく見るとここね、湾曲してるんですよね。で、切り出したエッチングパーツまっすぐになってるんで、で、よく見るとね、内側にこの折れ線が入ってるんですよ。なんで、その角度に合わせてちょっと曲げてやると。でね、これやらないと、一瞬ね、うまくついたなーって思ってると、後でね、完成した時に、隙間がね、空いちゃうんですよ、ここに。瞬間接着剤とかが乾いてきて、後でね、なんかね、気がついた時に、スパってなんか、あれってなっちゃうんですよね。隙間がよく空いちゃうんで、ここは忘れずにやりましょう。ちゃんと、この角度に沿って折ってあげると。ね、こんな感じですね。よいしょ。どうですかね、つきましたね。はい。で、あと上に手すりとかつけていきます。あ、そんなにはしごもあるのか。先にはしごつけるか。よし。はい。で、あとは後ろのはしごをつけて、後ろのはしごをつけて、
これね、細かいんですよね。これはしごね、ほんと細かいんですよ。よいしょ。これは真ん中につけようと。真ん中につけよう。で、周りのはしごをつけていきますか。まず121。これが、ここが曲がる、ここが曲がる。で、ここに入ると、こう入ると。こう入るんだけど、ここの内側だけこっち曲げるのか。で、これがこう乗っかると、これがこっちに乗っかる。ちょっとこれ長すぎたな、こっち側ね。ちょっと長すぎた、ちょっと長すぎた。もう形がある程度決まったやつは止めちゃいましょう。よし、こんな感じでね。んで流し込みを入れて形を整えてしまうと。どこで曲げようかな。ちょっといっか。地で丸めといて。
で、ここにくっつけると。ここにくっつける。後部のね、このデッキの部分なんですけど、複方でも、これね、一番の複方ですね。で、後ろの方の複方はね、またちょっとこの後部デッキがつかないやつなんで、一番だけね、後ろのデッキがつきます。これちょっとね、気をつけてくださいね。で、マストもね、種類が違うんですよ。で、これも、折り曲げていくんですが、こうでしょう。で、こっち折るじゃん。こっち折るじゃん。これが、ここになればいいんだよね。ここになると。これがですね、このマストの上のところに入るんですけど、これね、穴が、上にね、マスト入れるはずの穴がかなりちっちゃいんですよ。で、これを、このちっちゃい穴の中に入れるんですけど、これね、毎回思うんですけど、どう考えても入るわけがないんですよね。なので、これね、穴を広げないといけないんですけど、0.5 ぐらいかな。0.5 ぐらい空いてれば、まあ入ると思うので、ちょうど 0.5 は入ってるんで、これで穴をですね、広げてしまいましょう。ちょっとね、真鍮の穴広げるんで、ちょっとね、真鍮の板のね、穴を広げる作業なんで、ちょっと慎重に開けましょう。硬いからね、プラスチックみたいに簡単に開かないと思うんですよね。よいしょ、こんなもんかな。はい、開きましたね。で、これで入ればいいんですけど、0.5mm 開けてるから入るでしょう。あれ入らない。あ、入った。入りました。そう、これね、これ大変なんですよ。これいつも思うんですけどね。はい。一番のね、複方がこれで完成しました。はい、どうですか。いやー、やっぱ大変だなー、これ。で、これまたね、同じ工程を、後ろの複方の方ですね。で、作らないといけないんですが、続けてやっていきましょう。はい、主方のね、1番から3番、そして複方のね、前と後ろですね、製作の方が終わりました。はい、結構ね細かいんですよね、作りがね。で、これ塗装するとね、もっとグッとこうスケール感が出てくると思いますので、はい、こんな感じです。